宇部電気鉄道で起11系電気機関車は、宇部電気鉄道が1937年に申請した直流用電気機関車である。宇部電気鉄道の戦時買収に伴って、本形式も日本国有鉄道席に編入され、後年 ED25 型と開盤された。1937年に日本鉄道自動車工業で一両が申請された。 突型の小型電気機関車である。日本鉄道自動車工業は1930年代から1940年代にかけて中小施設向けに電車部品を利用した小型電気機関車を多数製造しており、この上電気鉄道で基1一もその典型的なタイプである。華奢な作りの突型車体からも伺えるように、あくまで中小施設の小規模な運用向けの車両であった。 台車は日本鉄道自動車工業が多用した薄手の圧円鋼板を秒節で組み立てた板台枠台車で、これは天宮製作所が設計した電車用台車を模倣したものである。1941年に宇部電気鉄道は宇部鉄道と合併し、1943年に同社の戦時買収、国有化とともに国鉄席となったが、当座の形式名はそのままで。 1952年の改版により ED25-1 の記号番号が付与された。1950年頃、宇部線の河川電圧小圧とともに同系機の在籍する富山高線に転属し、同線の貨物列車券引用として ED26-1 と共に運用された。その後1951年に台車を九位な電気鉄道で203の廃車発生品である。 JG ブリル車製、ブリル 27MCB-2 へ交換した。なお、この1951年の台車交換に際し、手電動機もで203の発生品である、ウェスティングハウスエレクトリック車製 WH-558J6 に交換されたが、これは 1000RPM に迫る高い定格回転数が、示す通り、元来平坦線で高速運転するために、設計された。 高回転型モーターであり、端子電圧 600V ということもあって、日本ではこので2 0 0用以外には有名な、南海電 7K 電車での大量採用が知られる、程度の、比較的珍しい製品であった。後と山高線についても昇圧が行われたため、ED261 と共に、国鉄から1961年に除籍された。同年、上田マリコ電鉄マリコ線に入線し、 貨物列車県員機の主力として運用されたが、1969年4月の同線配線後は別所線に転属した。別所線では1975年頃まで本線定期貨物列車県員を主体に用いられていたが、同年に定期貨物運用がなくなった。このため、それ以降は1983年1月1日の上田原別所温泉間。 1984年11月1日の上田上田原間と二度に分けて実施された貨物営業の廃止まで本線貨物列車牽員の機械はほとんどないまま上田原の車庫で待機状態に置かれ続け、時折構内の入れ替えと補線列車牽員に使用されるに止まっていたが、結局1986年の同線の昇圧により廃車となった。廃車後は、 マリコ線ゆかりの長野県マリコ町に寄贈され、2008年現在も、上田市の工業100年公園において、生体保存されている。上田市の別所線存続運動プロジェクト、アイプロジェクトのキャラクター、とんがりくんはこの車両が、モデルになっている。上田マリコ電鉄 ED25 系電気機関車に、関するカテゴリー、ありがとうございます。